ガッチャンです。そう。ヒゲがボーボーとかっていうツッコミはやめてください。今日朝ヒゲ剃ってきたつもりなんだけどな。あれおかしいな。この時間になったら生えた？おかまの佐賀かな。そんなわけで、今日もぴょんぴょんエクササイズをしていきますが、あと2セットなんですけども、キャンプ2セットなんですけども、ここ来る前に30分間ぐらい、エクササイズの教室通ってます。で、それ終わった後にぴょんぴょんやってるので、そう、もうね、1セット目でもうバテバテ。はい。まあ、そんなわけで、今日が、XM3 のマイナス30キロダイエット、19日目になります。はい、19日目ですね。で、今日は体重ちょっと測ってないんですけども、順調に折ってて、まあ、最初始めた時よりはね、10キロぐらい折ってるみたいです。はい。で、ちょっと無理してでもね、今月中に、まあ、90っていう数字が見たいなと思ってるんですが、まあ、今朝の段階で、あ、測った。あと7キロぐらいですね。7キロわずか9日間ぐらいで落とせるかななんて思っちゃってるんですけども、まあ、やるだけです。はい。食事制限もまあ微妙にしてますけども、今日もこれから3分間ジャンプします。3分間タイマーどこ行った？あ、これか。ピ。はい、こんなわけで、あれで、はい。スタート。でね。もうちょっとね、足ふらふらで、ちょっとゆったり気味なんですけども、そう、許してくださいね。そう。で、XM3 はですね、日本に入ってきてない、日本に販売しないやつです。で、スーパーミックスの方は、日本で買えます。まあ、並行輸入してるので、どちらも皆さん手元で買うことできるんですが、スーパーミックスはね、90種類の必須要素が入ってる、栄養素です。で、XM3 は、まあ、純粋な、ダイエットサプリですね。うわぁ、もう燃えてない。はい。まあ、そんなわけで、朝飲んで、よく飲んで、水をガボガボ飲むんですが、だいたいね、1日4リッター、5リッターぐらい飲んでますね。もともとそんなね、ダメだ。そんなにガボガボ飲める感じじゃなかったんですけども、まあ、とにかくね、喉乾くんですわ。すごい。はぁ、ちょっと、ぴょんぴょんより、今日は走る方が楽かも。そう、もう今日はね、ちょっと、足パンパンなんで、ちょっと、走るで許してください。そう、でですね、なんだ、何言ったか分からなくなってきたけど、180日間、まあ、半年でマイナス30キロを目指してるんですけども、スタートがね、だいたい117キロ、8キロぐらいでした。で、今、だいたい107キロぐらいですね。で、なんとか、まあ、ここまでで10キロ落としてるんですけども、まだ1ヶ月経たないで10キロですからね、そう、落とされてるんですけども、なんとか、今月、というか、12月の数字を見る前に、なんとか、90の数字を見たい。一瞬でもいいかね。見たいな、なんて思ってます。そのわけで、はい。XM3、そう、サンプル、皆さんに配ってます。なんだ、なんだ、はい、Facebook、YouTube、メールアドレス、まあ、なんでも、載せられるところには載せといたので、皆さん、どうぞ、サンプル試して、ダイエットにチャレンジしてみてください。私もね、最初サンプルでもらって、こんななぁなぁと思ったんですけども、はい。
無事に初めて19日目、確実に体重が落ちてる気がします。はい。はい。はい。そんなわけで、今日はヒゲボーボーでごめんなさい。足は綺麗に剃ってきます。そんなわけで、今日も元気とは言い難いんですけども、やる気だけは十分のガッチャンでした。皆さん、またね。今日の動画いかがでしたか？まあ、毎日少しずつ頑張ってるかっちゃんです。そんなわけでね、皆さんの声援が私のモチベーションです。今日も頑張ってねーと思った方、ぜひいいねボタンを押してください。こちらですよ。はい。そしてですね、チャンネル登録していただいた、いただけば、もっともっと頑張れるかなと思ってます。ぜひ、ここのチャンネル登録と、その脇にある鈴のマークも押してください。鈴のマークを押していただくとね、私のダイエット、もしくはギターとかね、他のことやってるいろんな動画がリアルタイムで皆さんの元に届きます。そのわけで、いつも全員ありがとうございます。ガッチャンでした。